鏡、よくないわ。見ていたくない。どうして？鏡ってね、人がずっと凝視というか覗き見るものでしょ。住んでいた人の信念がそのまま焼き付いて固定されていることがよくあるの。確かに、なんだか誰かに見られている感じがするね。映っているのは私なのに。今鏡に私と中島さんが映っていなかった。代わりに幸子と篠原さんが見えたような。気のせいかな。床に血の跡があるわ。乾いてカピカピだけれど、どうしてこれ拭かなかったんだろう。幸子だけじゃない。ここは精神科の診療所をやっていたから、いろんな霊がたくさん集まってる。大丈夫かな。いった。大丈夫？ええ、板が腐ってて危ないよ、この階段。気をつけて。周りに手をついて上がろう。
て存在しないはずなのに、あるものすべて触れるし手にも取れる。家自体が霊っていうケースもあるとか何かで読んだことがあるけれど、大丈夫？委員長。Thank you.
吉江が診療も行っていたんだわ。雪村さん。はい。どうしました？木でできたこの家の床を革靴で歩くような音。誰かが下の階にいる。私たちは顔を見合わせてゾッとする。足音はさらに階段を上がり始めた。上がってくる。隠れなきゃ。私たちは慌てて近くの部屋の中に身を隠した。少し開いた部屋の扉から階段を見張る。何かが歩き回ってる。もうやだ。プレッシャーの連続に私は癇癪を起こしてしまった。すると委員長がそっと私の手を握って。中島さん、しっかり心を強く持って。天神症の経験を利用してやろう。弱った隙につけ込まれたら簡単に克服しちゃう。わかってる。ありがとう。
ここは？部屋の至るところに幸子の写真が貼ってあった。とても愛おしそうに。日常の幸せな瞬間を捉えた写真。そこには被写体の篠崎幸子に対する愛情あふれる母親の目線が切り取られていた。何これ。たくさんの幸せそうな写真に混じって家族3人の写った写真だけは異様だった。よしえの多分夫であろう男性だけ顔をボールペンでぐしゃぐしゃと塗りつぶされている。きっと幸子の父親だよね。どうしてこんな。部屋を見渡すとこの男性が写っている写真だけは全て同じことになっている。しないの。部屋の一角、神棚のような高い位置に幸せの幸子さんで使った神人形とそっくりの片代が祀られていた。八田の鏡を模した御神経の前に置かれた片代、奈穂さんが見つけたのはこれね。憧れだった奈穂って人とは天神症で辛い別れになったそう。委員長が悲しそうな顔をする。片代の前には茶色く変色した正方形の和紙が置いてあり、墨で儀式の手段が記されていた。幸せの幸子さんの原型だった。よしえが幸子を霊媒にこの儀式を行って芝天神書を作り出したってこと。二人とも生きている時に。どうして、何なのこの儀式。なんだろうこれ。壁に0から9の数字を押し込む6畳のようなものが埋め込まれているのを見つけた。どれ。これなんか金庫っぽいよね。適当に押してみたけど反応がない。丸い錠の端には右回りの矢印が描かれていて、錠全体が少し回るようになっていた。回転させると押し込んだ数字がすべて戻りリセットされる。そして文字盤の周りには幸子の生前の写真がたくさん貼ってあるか。これ
ヨシエが設置したものだとしたら、幸子に関係ある数字だとか。そっか、案外単純にそうなっているかも。人が利用するものだから忘れないようにそうしている可能性もあるしね。幸子に関係ある数字か。語呂合わせでいくつか試しに押し込んで回してみたけれど、ことごとくカチャンと軽い音がし、リセットされる。幸子、天神症を生還した私たちが何か知っている情報はない？壁の錠のある部分が小さな隠し扉になっていて、錠自体がノブ代わりとなって手前に引くことができた。あ、しゃがまないと入れないくらいの隠し扉の奥には地下室に降りる階段があった。あ、雲の巣、ほこりもすごいよ。どれどれ見せて。倉庫かしら。懐中電灯で地下の様子を照らしてみても、下の階は意外と深い位置にあってよく見えない。あるはずのない建物の、あるはずのない隠し通路か。危険度は最高レベルね。私たちこの世じゃない場所の入り口に立っている気がする。委員長がまっすぐに私の目を見つめる。怖いんだ。でも言いたいことは分かってる。たとえ恐ろしい運命が待っていたとしても、これは私たちが喉から手が出るほど欲しかった呪いの真相への入り口、新しい世界への扉。引き返したら一生後悔する。私たちは顔を見合わせて地下に降りる決心をする。おそらくこの先はナホさんも到達していない領域だわ。気をつけて中島さん、何が起こっても気を緩めちゃダメよ。さっきの足音、やっぱり何かが歩き回ってるんだ。2階に来てる。中島さん、地下に行こう。